パプア人の女性パプア人は、主として、ニューギニア島の西部と南部と内陸部に住む、先住民族である。ニューギニア島からニューカレドニアに至る、島々の内陸部にも住む。固有の言語には、何語、エンガ語などがあるが、顕著に有力なものはない。トランスニューギニア語族など、約10の語族に分類される。 それらは便宜的に、パプア諸語あるいはパプアハルマヘラ諸語などと総称され、約816の言語が属し、約460万人が話している。個々の言語の使用地域が狭いため、パプア人の多くは複数の言語を話せる。パプア諸語のみならず、周辺の住人が話すアウストロネシア語族の諸言語や、公用語の英語、トクピシン、インドネシア語などが話せるものも多い。 オーストラロイドに属し、中東くらいの身長、暗褐色の皮膚、腸糖、鍵鼻、厚い唇で、アボリジニに近い身体的特徴を持つ。パプア人は、言語上異なる、メラネシア人と古くから人種的にも、文化的にも接触を続けているため、現在は、両種族の外見を明確に区別するのは、非常に難しい。Y 戦色体ハプログループは MSK。K C1 ビット 2A が高頻度である。伝統的には、ほぼ全裸に近く、樹皮など植物繊維の腰身のや、帯、氷炭や竹、貝などでできた、ペニスケースを使う。塩水の屋根の円形家屋もしくは霧妻の床の高い、家屋に住む。主食は、タロイモ、砂糖、キビ、バナナ。原始的秋畑工作と飼料を、主な制業とする。豚、鳥。 犬などの家畜を飼育している。トーテム的不景士族の家が集合して村を作り、長老もしくは実力者が指導権を持つ。男子の秘密結社、男子の青年式が重要視される。死体は大上層後は骨を保存し、頭蓋骨崇拝が盛ん。かつては食人、首狩りの風習があった。先谷光る DNA、高古、言語の学際研究が示す。 新、日本列島市、ありがとうございます。